皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回は新ギレンド野望ベリーハードチャレンジシャー総帥編続きをプレイしていきたいと思います。前回は連邦軍が大量に詰めていたソロモン現コンペイトを攻略しました。今回はサイド3そしてグリプス2へと進行していきます。で、今ご覧いただいているのがサイド3方面なんですが、こちらはですねマリーダ派遣してあります。で、マリーダ中心に一気にこのサイド3を制圧していきたいと思います。一方ですね、グリプス2の方なんですけども、こちらはアルパージール出していますので、このアルパージールでね、グリプス2を制圧していきたいと思います。地球上空上ではイリアのサザビー。もうイリアもだいぶ育ってまして、レベルはマックス20に到達しています。そしてブルーフロンタルですね。こちらももちろんマックスになってますね。シナンジュはフル改造済みです。では、これで進めていきましょう。ユニコーンガンダムが出てきてますね。敵の方は。まあ、幸い、パイロットが乗ってなかったので良かったんですけど、まあ、ここまで、進行してくると、敵もユニコーンガンダム、投入していってます。マリーダの砲撃で、サイド3は侵入口をこじ開けましたね。グリプス2の方はシャリアブルが、まあ、少し苦戦中というところなので、増援を送っていきましょう。地球上空がより敵増えてきましたね。ラーカイラムやクラップにモビルスーツ満載した状態で打ち上がってくるので、今、シナンジュとサザビーで支えている地球上空の戦線なんですけども、ここにキュベーレチームと、シャアのナイチンゲールも投入しましょう。アポリー・ロベルトのギラ動画ではもう、あまりね、支援の役割を果たせなくなってきているので。では、サイド3ですが、こちらには、まずはね、マリーダが入りました。ここから基地中心部こじ開けていきたいと思います。事実上短期でマリーダのクシャトリアがサイド3を制圧できそうですね。ではマリーダで基地中心部制圧して、残っているね、敵の砲台なんかを排除してサイド3制圧完了としていきたいと思います。では、サイド3に続いて、グリプス2ですね。ここにも、まずはシャリアブルを先行させています。まあ、このシャリアブルで、できるだけ敵を削った後に、ギラ動画、ギラズールのモビルスーツ隊を送り込んでいきたいかなと思いますね。で、レウルーラを地球侵攻作戦用に、プラス3隻ほど今建造中です。なので、レウルーラの5番艦まで今生産を行っているという状況です。レウルーラはやっぱり搭載数が多くて、さらに改造を行ってですね、推進力、つまり移動力ですね。これを上げているので、戦果はかなり期待できるかなと思います。では、グリプス2ですね。アルパージール出してみたものの制圧能力がないので、あまり進軍できないですね、よく考えたらね。入り口付近で待機させて、後続のモビルスーツ隊が入ってくるのを待ちます。では、グリプス2に後続のモビルスーツ隊を送りました。アルパージールのエネルギー回復しながら、進軍をしていきたいと思います。ここは、そのアルパージールのまあ、シャリアブルのマップ攻撃ありきで侵入しているので、やっぱりね、回復をしていかないと、なかなか継戦能力的にも厳しいところもありますので、しっかり回復を取りながら進んでいきたいと思います。はい、では全く問題なくグリプス
攻略完了できそうです。報告します。連邦軍宇宙基地の制圧が完了しました。地球上空を支配する連邦軍。サイド3に続いてグリフス2の制圧も完了して、宇宙での連邦軍の拠点はすべて制圧しました。この後はナナイが言っているように、地球侵攻作戦、地球降下作戦を行っていきたいと思います。まあ、ただですね、連邦軍の艦隊まだ地球上空にいっぱいいますので、地球上空で戦う部隊と地球へ降下する部隊、二手に分けて作戦を行っていきたいと思います。では次回その様子をお届けしていきたいと思います。